第69回 NHK 紅白歌合戦31日 NHK ホール氷川きよし41は、太鼓集団ドラムタオとのコラボで力強いパフォーマンスを繰り広げた。魂を込めて勝負の花道を歌ったが、赤と金の衣装から白と銀への早き着替えではマイクが袖に引っかかるトラブルが発生。華麗な身のこなしでリカバリーし、最後は胸に手を当ててほっとした表情を浮かべた。審査員の安藤さくら32からは、大好きです、この曲というラブコールと大きな拍手を送られた。